食材を決めるとしよう。そちらが引くがいい。反逆者諸君、私引きたい。私あのくじやりたい。やりたい。そんなに悪いな、メキ島。おう、気にすんな、サイト。むしろ、あなたたちが教えなさい。この辺りで、何か大切なものが落ちていなかったか、とか。はい？だから、こう見るからにこれはすごいって思えるものよ。どうなの？そう言われても。何か落としてしまったのですか？そんなわけないじゃない！何もなくしてないんだから！これは恋バナ、恋バナ！彼氏とかはいないんだけど。またまた。水沢の部長は？でも、カルタ強くならないと、目の前にさえ座れないから、頑張らないといけないんだ。恋バナ、カルタバカって、いろいろバカなんだ。だからそれを念頭に。古橋、はっ、明日の小テストが楽しみね、古橋さん。ごめんなさい。私に見とれているようね。まあ私は女神、はっきり言っていい女。完璧な女性の美しさに言葉を失って。神妙なものにいきなりそんなこと言われてもな。神妙？それって私のこと？いけない。威厳、女神としての威厳を保つのよ。得体の知れないものではありません。私は女神、勇者であるあなたを召喚した天上の女神なのです。本当に神ならお前がその何とかという世界を救えばいい。やお見事でしたよ、お嬢様。期待以上の成果でした。先生、私も子供じゃないんですから。取材？ああ、お前たちに新聞社の取材が入る。すごいね、デク君！うん、近い！インド先輩は陶月の歴史でも稀に見る希少食材マスターなんだからな。希少食材？あ、逃げた。ピン！よし、いいぞ、最高の肉質だ。一瞬でとどめから血抜きまで。やってるな。見ろ、あの子が女子バスケ部のアイドル、藪内まどかちゃんだ。スリーサイズは78、56、80と見て間違いない。さっきの人だ、まどかっていうのか。遅れてごめんなさいね。ヨクタン姉さんは元気？あ、それはまあ相変わらずってとこかな。そう。うりゃっ、私の姉ちゃんだぜ、心配すんなって。お願いね。はい。あとはジョーロがサンちゃんとお約束してくれればバッチリだよ。つまり僕にひまわりとサンちゃんがデートに行けるようにしろと。ピンポーン、大正解。自分で誘ったら。もうやだ。バカ。だけどさ。ねえジョーロ、お願い。ベチベチベチした。メイノハマエリカちゃん、ロシア人とのハーフでスタイル抜群の美人さんです。ま、目標は高い方がいいわよね。中学時代なんてさぞ表になったんでしょ。当たり前じゃない。毎日ラブレターが下駄箱に山積みで、学校には100人以上私の親衛隊がいたんだから。へえ。どうやら嘘はつき慣れてないらしい。もうちょっとだけ様子を見るか。ならない。ならない。なったー！せいや！セクシー。それに借金のいい
だからノックをしろと。で、どうなの修行の成果は。はーい、コンロバカバカ見て、あれはブレイキン、ブレイクダンス。バカじゃなくてかっこいいやつなの。ガキが悪いな。第八の修理を手伝ってもらうばかりか、チビ二人の面倒まで。チビじゃねえ、潰すぞコンロ。いえ、子供の相手するの嫌いじゃないんで。子供扱いすんな、潰すぞセンラ。いやー、意外ね、そんな特技があるなんて。老人会じゃ毎回大爆笑よ。へえ。仕方ないな。それじゃあ古墳。おお。こんにちは、旅の人かい。はい、こんにちは。驚いたな、そんな露出狂みたいな格好でよく普通に挨拶できるものだ。誰が露出狂よ。さっきのやつがおかしいのでは。実はモンスターだったりとか。普通の町の人だったでしょ。見かけはそうだが、殺人鬼など凶悪犯罪者の可能性もある。もしそうならやられる前にこちらから。あんたの考え方の方がしているんですよ。これは歌手としては最上級のものです。どうぞ満足いくまでお召し上がりください。それ全部山ちゃん食べるの？二段も？そんなに細いのに？運動嫌いなのに？ミオン、お米を分けてあげるから、うちのカルタ会でカルタ続けなさい。うん、おばあちゃん。お米が欲しくてずっとカルタを。うちでは米問題は大問題なの。どんな眠気も一撃で突き殺す栄養ドリンク、死者蘇生、大好評発売中。カーッ、本日の撮影はこれで終了です。皆さんお疲れ様でした。お先に失礼します。お疲れ様でした。夏美ちゃんいいね、気立てもいいし可愛いし、あの子は将来上に行く逸材だよ。巨乳だし。そうですね、今から楽しみです。巨乳ですし。まずはこの町の掌握からスタート。あー、ジェラート食べたい。おー、絶景。なんちゃって。あ、すみません、すみません。はい、あれオプションだとめっちゃ高いんだからな。すみません。でもまあ、お前なら毎日タダでオプションつけてやってもいいけどな。もうその手にはもう乗りませんからね。なんだよ、もっと可愛い反応しろよ後輩。つまんねえな。